なんでね、就活ってしないといけないの？なんでそもそも働かないといけないの？と、その時になって初めて働くことの楽しさとかね、働くことの醍醐味みたいなものがわかるんですよ。ここからその動画にバトンタッチしようかなと思いますので、最後までご視聴ください。特集 LINE 公式アカに登録をすると超品質質問100選が手に入ります。はい、どうも皆さんこんにちは。トップシュー MC のおさです。というわけで本日は、なんでね、就活ってしないといけないの？なんでそもそも働かないといけないの？というところでね、やる気が全然起きない大学生に向けて、働くことの意味みたいなことをね、僕の方からお話ししようかなと思います。ぶっちゃけね、僕もね、就活時代、めちゃくちゃ適当に就活してました。で、甘い気持ちで、社会人になって、1年目にね、いろんな先輩に怒られたり、上司からこう叱られたりもしました。そんな大人がね、こういったチャンネルを実は立ち上げて、皆さんに発信しているというね、そういう状況ではあるんだけど、実はね、僕は大学時代に YouTube チャンネル、別のチャンネルを立ち上げて、そこでずっとビジネススキルとか、テクノロジーのスキルを教え続けてきた、7年間を過ごしています。で、それはもう単純に社会貢献として、誰かの役に立てればいいなみたいな感じで趣味ベースでやっていたことなんですけど、いざ総合商社に入りながらそういった発信を続けていった結果ですね、その趣味がなんと仕事に変わってしまったんですね。僕は伊藤忠を3年4ヶ月働いた後に会社を辞めて自分の会社を作りました。で、こういったですね、人生のターニングポイント、何かこう新しいことにチャレンジする瞬間っていうのは、人は大きく悩むんですね。皆さんが就活に向けて大きく悩んでいるように、僕がね、伊藤忠を辞めるタイミングでも同じように皆さんと悩みました。自分の人生をね、通じて何を成し遂げたいんだろうとか、これ辞めてまでね、年収ゼロになってまで本当にやるべきことなんだろうか、家族いるんだけどみたいな、たくさん悩むんですよ。でもその中でも自分の信じることの大きなこうベクトルに向かってですね、なんとか必死に走り切るっていうのが必ず人生には求められます。で、その時になって初めて働くことの楽しさとかね、働くことの醍醐味みたいなものがわかるんですよ。でね、今日お伝えしようと思っていた働くことの素晴らしさみたいなところのテーマ、実はね、もう一つやっているチャンネル、ユースフルチャンネル上でも社会人向けにもこの話したんですよ。で、おそらくそのチャンネルで話したことが、特集の視聴者のみんなにとっても自分が数年後に必ずこうぶち当たる壁、そのものになるかなと思うので、うわー、会社行きたくないなとかね、なんかもう会社人生疲れたわと思ってしまいそうだな自分と思った方は、ぜひ、この後のね、動画も見ていただけると嬉しいなと思います。それではね、ここからその動画にバトンタッチしようかなと思いますんで、最後までご視聴ください。はい、どうも皆さんこんにちは、ユースフルのおさです。というわけで本日は、働くということに対する今のね、価値観の変化みたいなところをお話ししていこうかなと思います。もともとね、新卒で大企業に入って、それこそ毎日満員電車に揺られながら、通勤していた時代が3年4ヶ月ほどあったんですけど、それから独立起業しまして、今は青森の片田舎でインターネットを使ってね、全国全世界中の仲間と一緒にこういったオンライン教育動画の事業を展開しているような会社を経営してます。で、このね、会社員から起業するっていうことをやっていく中で、なんか働き方を変えるっていうミッションをもともと持ってたんですけど、なんかね、自分自身のこう働き方が劇的に変わったなというところに一つ気づきを得たので、それを皆さんにシェアしたいなと思ってこの動画を撮りました。具体的にはね、働くってなんかこう後ろ向きなところがたくさんあるかなと。多くの人にとっては、働いてですね、家族を食べさせていくみたいなところで、日々一生懸命働かれてる方が多くいらっしゃるかなと思う一方で、実は最近なんかそこの家族をね、食わせていくみたいな、そういった心理状態で働くということに対して向き合う人が、世の中的に多いのかなと思うんですけど、最近ね、僕の周りの人たち含めて、なんかそういう価値観が少しずつ変わってきてるなという印象がありました。どちらかというと、やっぱりこう自分の自己実現に向けて、何か自分のね、人生の時間を使うっていうところにコミットしてる人が、実は僕の周りには多いんですけど、なんかその人たちと話すたびにですね、働くってなんだろうねみたいな、なんかそういう境界線がすごく曖昧になってきてる現代かなと思ってました。で、僕自身も今その働くっていうことに対してね、先日こんなツイートをしてたんですよ。前職では感じることがなかった曜日感覚を忘れていく毎日ですと。24時間365日、働くっていう概念がなくなるってこういうことなんですね。大きな目標に向かって仲間を集めながら冒険するのがめちゃめちゃ楽しいですというところでね、多分ですね、一番最後に話したこの大きな目標に向かって仲間と一緒に何かをやるというところに、すごくこうやりがいを感じれると、人ってあまりこう
働くことに対して後ろ向きにならないんだなというふうに思いました。やっぱり僕自身もね、もともと大きな企業で働いていた時には、あ、ちょっと今日会社行くの嫌だなというのをこう思った日ももちろんありましたし、今でもね、独立起業してから自分一人で働いていた頃っていうのはやっぱり、あ、今日あれやんないと、あれだな、まずいなみたいなことを思いながらね、なんとかこう走り切ったっていう、苦しい思いをしていた時期ももちろんあったんですよね。でただそこにこう仲間がついてきて、結果もついてきて、でそれでこう自分たちがやりたいこと、成し遂げたいことに向かって走るっていう姿に変わった時に、何か大きな臨界点を超えたなという印象があったんですね。なのでまあこういったお話の中で、まあ伝えたいメッセージとしては、何か皆さんもですね、新しいチャレンジをするにあたって、ワクワクしながらね、取り組めるようなことっていうものを見つけてほしいななんてことを思ってます。やっぱ働くってすごい素敵なことで、世の中を良くするとか人の役に立つってことが基本的に働くという言葉の前提に立つものかなとも思ってたりします。だから理想論かよと思う方もいらっしゃるかなと思いますが、ぜひですね、このユースフルチャンネル見てらっしゃる方っていうのは、基本的にはスキルアップをして、キャリアアップをして、ご自身の人生を豊かにしていきたいと思ってらっしゃる方ばかりかなと思いますので、僕らのねこのチャンネルを通じてそういったお役立ち情報を配信していきますので、ぜひぜひ皆さんと一緒に素敵な人生を歩んでいきたいなと思ってますので、チャンネル登録ベルマークのクリックよろしくお願いしますっていう感じですかね。まあ、働くって楽しいなと思いながら、毎日過ごしている、そんなことをお話したいなと思ってこういう動画を撮ってました。でまあ結局ね、こういった状態に行き着くためには、多分自分でしっかりとね力をつけて、何か人に価値提供できる個人にならないと、なかなかこういう感覚を持つのって難しいのかなとも思ってたりします。今いらっしゃる職場の環境の中でもね、頼られる人間になることが最優先事項としてまずあって、その中でやりがいを感じられると、おそらく働くことが楽しくなって、生き生きとした会社人生を送れますし、何かね自分でチャレンジしたいと思った時にも、やっぱりこうスキルがレベル1よりかはね、レベル30ぐらいまでアップしている方がやっぱりですね、ポケモン倒しやすいかなとも思いますので、ぜひね、そういった日々の鍛錬、日々の努力を忘れずに一緒に頑張っていきたいなと思ってます。はい、というわけで本日の動画はここまでにします。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今特集 LINE 公式アカに登録をすると、超品質質問100選が手に入ります。これは去年内定無双したインターン生たちが実際に選考で聞かれた質問を100個ですね、スプレッドシートにまとめたものになりまして、めちゃめちゃ有益になっています。それ以外にも LINE に登録してくれている会員たちには、日々トップ企業とのコラボライブだったりとか、豪華ゲストとのイベントですね、その他にもグルディスや面接のマッチングライブでアウトプットができたりと、豪華特典がついていますので、ぜひ皆さん概要欄の方から登録をしてください。登録待ってます。